皆さんこんにちは、OL すみれです。2022年も私たちのブルースや25、21、カンコンなどたくさんの素敵なドラマを作ったスタジオドラゴン。そんなスタジオドラゴンが今年手掛ける新作ももちろん期待大です。先日ラインナップが発表されました。今日はこの中から非常に期待が高い作品をご紹介。ネットフリックスでの配信が決まっているものもありますので、視聴できる未来はそう遠くないはずです。主演パクヒョンチク、チョンソニ、全20話。ちなみにこちらはすでに放送日が決まっており、2月6日からテレビ N で初放送です。あとは日本配信決定のニュースを待つのみ。ミステリアスな呪いがかけられたワンセジャイファンと、一夜にして一家殺人事件の犯人として濡れ衣を着せられた天才少女ミンチェイが、人生の絶対絶命の瞬間にお互いが唯一の救援者となり始まる青春時代劇。与えられた運命に向かい突き進む二人と、それに絡まるミステリー、ラブストーリーと様々な面を描く予定です。主演アンボヒョン、シンヘソン、全12話。2023年上半期放送予定です。芸能事務所を運営している裕福な家庭で生まれた12歳のユンジュオン。同年代に比べて大人っぽい彼女には転生18回目という秘密がありました。過去17回の人生で多くの愛に傷ついたジュオンは、人間関係に疲れてしまい、自分の感情に素直になれないでいました。そんなある日、ムンソハという少年に出会い、次第に心を開いていき両思いになります。しかしジュオンはソハとのデート中に事故に遭い、来世でもソハを忘れないと誓いながら死んでしまいます。その後ジュオンはパンジウムという名前の女性に生まれ変わり、19回目の人生を生きながら大人になったソハに近づくことでストーリーが始まるロマンスドラマです。主演キムスヒョン、キムジウォン。2023年下半期放送予定です。大手財閥クイーンズグループの法務取締役ペクヒョヌと、グループの3代目クイーンズ百貨店を取り仕切るホンヘイン、夫婦である2人は突如訪れた危機に直面しながらお互いを支え合い、成長しながら家族愛を育んでいきます。まだ詳しいことは発表されていませんが、愛の不時着を手掛けたパクジウン脚本家と、ヴィンセンツを手掛けたキムヒヨン監督の作品ということで、すでに期待が高まっています。主演イ・ミーホ、コンヒョジン。話数や放送時期はまだ未定ですが、世界配信される予定と発表されています。舞台は地球と宇宙ステーション。韓国系アメリカ人の宇宙飛行士イブ・キムと、宇宙観光客の産婦人科医コンリョン。宇宙ステーションで出会った2人が恋に落ちる SF ロマンティックコメディです。主演2人のほか、オ・ジョンセさんも出演します。韓国で初めて宇宙ステーションを舞台にしたドラマということで、約500億ウォンほどの制作費が投入されたとのこと。壮大なスケールでのドラマに今からワクワクが止まりません。主演パク・ギヨン、全12話。ネットフリックスシリーズなので、こちらはネットフリックス配信です。セレブの世界に彗星のごとく現れた破天荒なインフルエンサーアリ。有名になるためにお金になる世界に飛び込んだアリが向き合うことになったセレブたちの華麗で熾烈な素顔。オンライン上の人気がお金であり力になる世界。影響力を持つために血眼になってフォロワー数を増やす新興階層セレブの世界を背景に、そこに飛び込んで内面の欲望に目覚めるようになったアリと、彼女に関わった後混乱の渦に巻き込まれる彼らのストーリー。ちなみに 2PM のジュノが神を出演することが決まっています。主演シンヒョンス、全10話。ウェブトゥーンが原作で、アンナラスマナラと同じ原作者の作品です。ティビンなので日本配信は未定。 2000X 年平和な夏の日、世界中の上空に様々な大きさの紫色の物体が現れ、人間を攻撃し始めます。修学能力試験を控えた高校3年生の生徒たちは、未確認物体と戦い入試加算点を得るため、学徒兵になってペンの代わりに銃をあげる SF 学園ドラマです。主演ペースジ、ヤンセジョン、全8話。ウェブトゥーンが原作です。ネットフリオリジナルなのでネットフリックス配信です。ガールズグループのメインボーカルとして活動していたアイドルのイ・トゥナ。
しかし突然のアイドル引退を決めて大学に復学。大学外のシェアハウスで平凡な大学1年生のイ・ウォンジュンと住むことになって起こる話を描いた作品です。昨年日本で開催された KCON 2022 JAPAN にドラマの中でのアイドルグループとしてスジ様が登場し、パフォーマンスおよびドラマの撮影が行われ話題になりました。見たかったです。主演パクソジュン・ハンソヒ、全10話、2023年上半期放送予定。ネットフリシリーズなのでネットフリックス配信です。すでにシーズン2の制作が発表されています。もうすでに話題になっているこちらの作品ですが、こちらもスタジオドラゴンの制作です。ユン・チョークは10年前に姿を消した母親を探すためキョンソンに行くこととなり、チャンテさんと出会います。謎の連続失踪事件を追っていく中で、キョンソンの街に現れた怪物と戦い、悲惨な現実と向き合うことに。1945年春の韓国のキョンソンを舞台に、生存が全てだった青春たちが貪欲によって誕生した怪物に立ち向かうストーリーです。ここからはスタジオドラゴンが制作しているドラマの中で今年放送予定のシーズン2をさらっとご紹介。ザ・グローリー2、ソン・ヒギョとイドヒョンが主演の復讐劇。年末にシーズン1が配信されてからネットフリックスでのランキングも非常に高いままです。3月にシーズン2が配信予定です。スイートホームシーズン2、シーズン3、ソンガン主演のゾンビドラマ。なんとシーズン2だけでなくシーズン3も今年配信予定です。アスダル年代記シーズン2、ソンジュンギ、チャンドンゴン、キムジヨンら主演のファンタジー時代劇。シーズン1の放送からかなり年数が経ったので、待望のシーズン2ではないでしょうか。やっと今年放送予定です。アイランドシーズン2、キムナムギル、イ・ダヒ、チャウヌ主演のファンタジードラマ。年末から現在 Amazon プライムで配信しており、今年シーズン2も配信されるようです。刑事6シーズン2、イ・ソンミン・チング主演の刑事ドラマ。大盛況のままシーズン1の配信を終え、早くも今年シーズン2の配信が見れるようです。日本ではディズニープラスで配信中です。また明日からテレビ N で放送、日本のネットフリックスでも同日配信されるイルタスキャンダルもまたスタジオドラゴンの制作です。明日から新ドラマ一緒に楽しみましょう。また今日紹介した作品の放送時期はあくまでも予定です。もしかしたら来年になってしまうということもあるかもしれませんので、ご了承ください。今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。アディオー。